しました。では気を取り直して、今日本日ウィニング競馬でお届けする福島メインバーデンバーデンカップの富茶用橋陽介、どうしたんですか。いやもうなんかもう枠から外れましたけど、ね、さあ先週の富茶用なんですが、テンポザンステークスで名勝の2頭を進めていたんですが、これ13番人気の名勝天水が3着の激走、そして宝塚記念では 100%、天皇賞か大阪杯の通り該当馬が上位独占 0%、 海外帰りは3着以下に当てはまるドーデュースとジャスティンパレスが馬券圏外と、ナイスなヒントになりました。今日もナイスなヒントお願いしますよ。はい、わかりました。どうぞお願いします。はい、ではバーデンバーデンカップね。はい、はい、はい、すみません今ねちょっと明日の重賞かと思って、明日の重賞はね動画で、ああ動画で、はい、あなるほど、すみませんキャプテン、はい、申し訳ないです、お願いします。さあではバーデンバーデンカップの富ちゃいはこちらです。どうなんだ、福島はビッグアーサーさんが、福島は黙って戸崎騎手です。戸崎さんか、はい、詳しく教えてください。はい、まず一つ目の福島では、福島はビッグアーサー3区なんですけども、過去5年の福島芝 1200m の3区別成績をチェックしてみましょう、うん、1位はロードカナロア3区なんですけども、2位は新勢力のビッグアーサー3区でしたね、うん、勝利数は1勝差で2位ですけど、勝率、連帯率、馬券圏内率、さらには単幅の回収率など勝利数以外は1位でした。なるほど。ビッグアーサー自身もこのコースで新馬勝ちを、ね、収めた、まあ、弦のいい舞台でもありますから、うん、細かいことは気にせずに狙ってみるのは面白いかもしれません。はい、ビッグアーサー3区はウィンモナーグですね、福島コース4戦3勝ですしね、ということでございます。これは恐ろしいですね。はい、はいはい、続いて福島は黙って戸崎騎手ですけども、あら黙っちゃうんだ、はい、戸崎騎手といえば福島の鬼でして、ここ3年連続で夏の福島リーディングに輝いています。こちらも深く考えず黙って戸崎騎手を買うのがおすすめでしょう。はい、プロスペリダードですね、一番人気ですかね。まあでもなんか堅実には来そうな感じがしますよね。こちらも馬も福島3勝ですか、はい、確かにね、はい、はい、ということ両方来そうだね。両方来そうだね。両方来そうだね。アカネギ、アカネギ伯爵さん、ありがとうございます。はい、200回ありがとうございます。はい。さあ、ということで、信じるか信じない、どれに乗るかは、あなた次第になるか。もう一回やり直しますか。もう一回やり直します。信じるか信じないか、どれに乗るかは、あなた次第です。ハートみたいです。はい、ハートです。以上で、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょうか。はい。残念すぎ。